じゃ。クリル、無事でありましたか？はい。ご心配ばかりおかけして申し訳ございません。なんか無事ではないっぽいです。かわいい。みんな見て、その黄色いやつの知恵と知識を手に入れたぞ。アクアク、とても欲張り。だから自分と同じいたずら者の力取り込んだ。私目が深いな。申し訳ございません。どうせかったりだ。やるぞ、ドロロ。次は僕の相手です。トモモ。やつめ、俺たちの弱点までクルルの知識として吸収し。恨みやつらみは何も生み出さない。ノーモア嫉妬でぬ。しぼりかす。やっぱかわいい。急いで乗り込め。早くしろ。早く飛び乗れ。ドロロの認識でも叶わん相手とは。どうせ僕なんか。なんかドロロはいつもと変わらないような。ケロロ、操縦を変われ。一体何を。あ、ギロ。やられていくクルルやタママ、そしてドロロに、ギロロに、軍曹まで。我が妹？早く入れてよ、ケロロくん。かわいいよ。ギロロを援護するであります。ギロロ、うわぁ。こうなったら不時着しかないであり。置いてかないでよ。お前らは機内で待機してろと。よく戦ったが、所詮俺の敵ではなかったようだな。へや。ああ、なんとか、あ、ぶつかった。ナスミ、こんな僕にお仕置きして。とうとう、ギロロまで。力だ、力が溢れてくる。空間の裂け目が、テコポンを取り囲むように、どんどん広がっているんです。逃げるやりだ。冬木殿の見た夢？うん、これで間違いないよ。クルル、ありがとう。頑張ったによ。かわいい。雨が止んだら、どういうこと？アクアク、水が苦手。人が喜ぶもの、大嫌い。だから今は動けない。なあ、はにゃー。へやへ。全員精霊。ギロ、ほらもう皆さんちゃんと引けよ。もう今やらないでいっちゃうの。運送さんは自分だけ元気だからいいでぬ。そうよ、せめて秘密基地さえ無事だったな。どう、ほとんど全部力を抜かれても我々の心に燃えるケロン軍人魂は消せないのであります。確かにその通りだ。軍曹さん、拙者目が覚めたでござる。隊長も言うときゃ言うじゃねえか。おお、やっぱりカイネネすごい。カイネネ偉い。ギロリ、隊長として当たり前であります。だがなケロン、俺たちが弱体化してることには変わりないんだ。そんなもん根性でカバーでありますよな。たまま、ハロー。綺麗だね。超かわいい。調子ぶっこきてんの。さすが隊長殿。うわー、おお。キキキ、第一段階クリアでね。だがまだこれからだ。気は抜けないよ。はい。ダメだ、まだ早いよ。人の動き止まりました。やばいよ、気づかれちゃったよ。クルル、放水開始。撃たー、逃がしはしないでよ。乗り込め、やっと逃がすな。よし、もうちょい。なに、こいつは、そんな
これじゃ聖なる光が。そんな。軍曹さん。ケロロ。言っても無駄だ。やつならもう影も勝てなくなって一つの欠片も残さずな。お前たちはそれなりに働いたんじゃないか。だが体調が無能だった。見てないか、みんなで乗った鉄の鳥に鉄の人形がぶつかりそうになったこと。私たち時間を飛び越える力がある。その前、さっきの爆発の前、ヨウが過去に飛ばしたケローロの魂。やつめ、今にもまた追っ始めやがりそうだからね。やばいぜ、落下まであと20分もねえぞ。みんな消えて。持ちこーす。聞いた通りだ、お前たち。承知。了解でな。武器を死ぬ気で援護するぞ。ここは俺たちが食い止める。力の限りを続けろ。ケロロ、あとは頼んだぞ。あと10秒。残念だったな。無能な隊長にしてやられた気分はどうだ。あいつをケロロか。ゲロリ食べちゃったの。グンゾーさん。お前たちのケロン軍人魂しっかりと見せてもらったであります。笑わせるで。今だ。